テニス教室の久保田です。今回サーブについてお話ししたいと思います。サーブの練習の仕方、ね、でちょっと気になるところがあったんで、まあ、その間違いをされている方がいなければいいなと思って今動画を撮っております。先日レッスン定期的に受けられている方から質問があってですね、サーブの自主練してるんだけども、その、自分がやってその自主練の仕方が正しいかどうか見てくれって言われて、動画を見せていただいたんですよ。そしたら、まあ、この猫パンチ防止のこの構えからの、右肩の動きを練習してるってことで、あまり足の上下とかもいろいろ使わずに、ね、肩の動きだけでこう練習されてたんですよね。ここからこうやって打ってますって言ってね。で、まあ、それはそれでいいんですよね。いろんな動きを省いて肩の動きだけ集中して、こう肘の場所がこう変わったかどうかとかね、こういうのをチェックするのはいいと思うんですよ。いいと思うんですけれども、ちょっとそれ見たところですね、まあ、後ろからの撮影だったんだけども、こうやってなんか無理やり止めて終わってたっていうのがあって、どうして無理やりなのかというと、向こうは前だとしますね、こっちがコート右だとしますね。肩の動きだけやりたいときは肩の上にトスを上げてやると、肩の動きって分かりやすいんですよね。なんですけれども、トスをですね、トスを左肩または頭の方、この辺りに上げて打球して、でそれで体は真横を向いたまんま で腕もここで止めて練習されてたんですよね。でそれでどういう風になったかというと、真横から見ると打球した時の肩のラインがこうやって止めてた、これこの状態でやったんですよ。これなかなか苦しくて、これっていうのはちょっとよく見てくださいね。今度は前からいきますよ。今私がやったのはこの猫パンチ防止の打ち方でこうやって止めて確かめたい、でもトスがちょっとネット方向に出た、でその時にこうやって打ってたんですよ。これ横向きすぎなんですよ。少し、トスが右肩よりもネット方向にずれとしても、それ打っていいんですよ。打っていいんですけども、その時はちょっと体をですね、少し、体の向きを少しネット方向に動かしてほしいんですよね。斜め45度ぐらい、まっすぐ前じゃなくて斜め45度ぐらいまではフラットサーブの時の、打ち方っていうのは体開いた方がいいんでね、開かないでやるっていうのはちょっと窮屈なんでね、肩この辺り痛くなるんですよね。上から後ろ辺りが痛くなってくるんで、その動画も確認上げてるんで、それ気をつけてくださいね。あんまりバシッと真横を向いてトスを前にして、それで、打とうすると肩痛くなるんで、それを避けるために少し体をこう前向きにネット側向きに回し始めていいんですよ。こっちの場合はね、スピンサーブの場合はこのままこういった方がいいんですよね。でこれ肩痛めにくいんですよ。腕の使い方はこっち側がメインになってくるんでね、こういう肩じゃなくてこのままこっちコート右方向に振るような動きになるんで、そんな肩は痛くならないんですよ。これは痛くならないし、やった方がうまくいくと思います。だけどフラットサーブを練習するときに、こうやって終わって練習するときに、あんまり真横向いてこうやってしまわないように気をつけてください。これ真横から向こうが前でこっちが右、真横から撮影した場合こういう形ダメですよ。このままこうね、こうやって終わってたんですよ。で無理やり止めて、ぐっと止めてる感じがすごく強くあって、でそれはしなくていい。そんなに無理やりグンって本当はブラーンと行くところを無理くり止めたみたいな感じになってるんで、でしかもその止めた手もね、結構低めにはなってたんでね、頭ギリギリ頭か顔ぐらいの高さとかになってたんで、それはしない方がいいです。こっちですよ、肩の上でやるときはこのままこうやって打っていいんですよ。この肩の上側で打ってるときっていうのはこうやって止めるのはいいです。これは安全ですからね、腕はここなんでね。これがこうなって終わってるのは危険ですからね。肩痛くなるというのと、あと左の腰が痛くなる人が多いんですよね。これやるとね、そこで止めて確認しようとしてやってる方で、腰痛めたって人も結構いるんだよね。肩だけじゃなくてね、この肩のラインがこの真横、この向いたままこうなってますからね。こうなってこれグッと止めるとここにものすごい負荷がかかるんですよ、左の腰にね。そこはやっぱりちょっと体を回すことによって腰の負荷をこう逃がしていく、腰に
かを一緒に逃がしてほしい。で、実際はですよ、実際はそれでやったらすぐ前こう向いた方がいいですからね。やったら前向くところまでやってほしいですね。このままグッてこうグッて止めてる感じの、練習はしない方がいいです。で、真横向いたままで肩の上でやる場合も軽くですからね、軽く肘の場所をチェックしながらこうやってやるぐらいの感じになればいいですけどね。ちょっとそっからパーンってやろうとして、ちょっと苦しい動きになってたんで、すごい気になりました、そこがね。だから、この止める方のこの位置から止めるこの打ち方の方を練習しようとして、無理くりやらないように気をつけてくださいね。あれは打点とか肩の使い方によって楽に止めれるってやつなんで、もしそれで力を使ってグッと止めようとしてやってるっていうのは偽物になるんで、そこを気をつけてくださいね。あれはそこで打ってるから前に出せませんよっていうことではあるんでね。で、よくスピンサーブとかでも膝を地面について座ってね、両膝を地面につけて、でトス上げてこうやってなんか打つんだよっていう説明するコーチも結構いると思うんですよね。スピンサーブなんかでもね、あれも腰を痛めやすいから気をつけてくださいね。座って打つのって見たことあるでしょ。ないかな。結構やってる人いますよ。こうやって座ってこっからスピンサーブ打つんだよ。なんか低いとこからこう打たせるのかな、どういう意味なのかよくわかんないんですけども、まあ、それをやらせるコーチって結構いると思います、スピンサーブを教えるときに。それも、気をつけてくださいね。腰やり痛くなるんだよね。だって両足が自由になってるから腰が楽に、なるんですよね。逃げ場所があるんです、力の分散があるんです。だけど膝ガツンとついた状態でやると足の、緩みがないんで、もろにここに腰に重さが来るんですよ、あれって。その辺も考えたらおそらくやらないとは思うんですよね。椅子に座ってやるとかもね、椅子に座ってやるとここからになるんで、ものすごい腰に負荷がかかるんですよ。だからスピンサーブ打つときなんかの、もう気をつけてください。スピンサーブは確かに真横を向いて打つには打つんだけども、実際は打った後こうやって前向いて最後にこの腕が振り下ろしのこの力、上で打ってで落ちてくる、両腕が落ちてくる時の力を逃がしますからね。前向いて横では打つけど、横では打つけど前向く。でも足ベタッと膝をついて両膝をついてやると逃げ場所がないんですよ。前向けないから。で座った状態も前向けないですから、重さぐって。じゃあその前向けながらだったら重みはどこに来るかというと全部左腰に来るんで、この練習はしない方がいいと思います。やっぱりその、何かを覚える過程で危険なものがあるっていうのは私嫌いなんですよね。いわゆるそういうのを省いてね、もうそれやった時点でそれがうまくできたら危険だっていうのになる。失敗したら、危険ですよっていうのはまだいいとは思うんですけども、それうまくこう横向きで打てたら危険みたいな感じなんで、まあコーチ側の人気をつけてくださいね。それさせるときはうまい人がやればね、力軽くこの辺からやるんでそんなに来ないんですけども、あんまりこう上手じゃない人に対してやるとグッてこの辺で力入れて最後ブワーンと重さが腰にくるんで、横で打ったらラケットを下ろして前向きになるというのは、まあフラットサーブでもスピンサーブでも腰が楽になるんでね。で、打球した後にちょっと前向きにくいという人は少し右足を浮かしてもいいです。少し右足を浮かせてちょっと腰が斜めになるようにしてくれればいいです。これこのままで湾曲してグッとなると苦しいんでね。でそれが体が湾曲してこれでこうなると苦しいんで、この時にちょっと足を浮かせてくれると骨盤も少し斜めになってくれる。でそうするとちょっと楽になります。だからこのまま打ちたいんだけどちょっと前になってしまった、でもそれもそのまま打ってしまいたいと思った時は少し右足を浮かせていいですか。
ょっとスレイヤーって言うんですよ、ここから。こういうのはまだいいですか？ちょっと膝を上げるといいですか？膝をね、この位置からちょっと膝、こうしない方がいいですか？こうではなく、このぐらいでいってください。まあそんな感じですね。うわ、風が強い、ものすごい今風が強いですけども、ね、今カメラ押さえてるんですよ、手で。まあ、そんな感じですね。今日風が強いんで、ちょっといろいろ撮影しようと思ったんですけど、今回はこのラインにしておきます。